お世話になっております。本日も、出勤、本日からお世話になります、名取さのです。どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、今日から警備の仕事始めていくから、お前らよろしく頼むぞ。なんかみんなが一斉にプレイしていたチラズアートの新作ということしか知らず、他の人たちの配信を見たかったにもかかわらず、まだ見れていない、何も知らない状態で始めていきます。やっていくぞ。チラザート、このロードが長いのが本当に怖いんだけど。ゲーム画面がでかい。ちょっと待って、ゲーム画面がでかいって、どういうこと。わざわざ設定したのに。あー、よしびっくりした今。わざわざ配信始める前にさ、うわ、ぬるぬるしてる。ちょっと待って、待って、あ、でもマウス感度をもうちょっと下げるといいのかな。で、これさ、なんか音してる？なんだっけ、あ、これだ。あ、よし。あ、いつもの感じに戻ってきたな。ちょっと待って、ちょっと音でかなりにするわ。道なりにでかなりにするわ。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとでかすぎたら、後から調整するから、いくらでも。はい。雨の音が聞こえるね。あー、しおそうちょっと。あーし、足遅い。相当遅い。ややこしや、ややこしや。これ、お子さんがいるお家か、それとも、でもちょっと直風すぎるか？よしよし。なんかすごいチラチラしてるんだけど、これは何？すごい、なんかロンドン郊外って感じだね。このさ、線がさ、ガタガタしてるのってさ、なんでだろう。あれほら、これなんかチラチラズアートになってるの、なんだろう。これちょっと待って、設定を見直すか。あ、ベリーロー画質が悪すぎます待って、さすがにベリーハイぐらいやっていいか。どう、あ、なんか、からさ。そういえば別の人の配信とかでもさ、チャット欄がさ、チャットが全く流れてなくて、なんでって思ったらさ、ただチャット欄がバグってて、
誰も答えられなかっただけっていうのあんねん。これ画質の代償じゃないでしょ。特に昨日も他の人の配信で見ながら10月や。あ、知らずカレンダーハッピーバースデー。これ誰の誕生日だろう。ワイかな。え、めちゃめちゃ食べるじゃん。どういうこと。ちょっと待って、これえ、てかさ、待って、子供のお箸が2つある。なんでこれ。ほらだって1、2、2膳あるよ。このお弁当食べ終わった後にさ、まだカレー、これってカレーの JPEG かな。相当お腹空いちゃっている状態だ。これなんだろう、上のなんか濡れたティッシュを丸めたやつみたいなの。使い終わった割り箸折った。え、あはー、折ることによって、え、セシリア折ること、折ることによってあれか、この中に片付けられるってことか。あ、これバラン、はあ、なるほどね。これなんだろう、ちょっとでかすぎるんとちゃう。なんでここさ、ここちょっと出っ張りがあるの。え、なに、柱。お子さんが、なんか言ったら、なんか言ったら、あ、たたらたた、7歳だ。そうなんや。お子さんは、ちょ、足が遅すぎるんと違います。うわー、うんちどころ、ラウンドリー。え、びっくりした。これ何？あ、服か。ごめん、名取さ、パソコンが定期的にさ、あの、通知音を出してくるんだけど、何の通知なのかわからない。え、なに？え、なになになに？え、もっと止まって！このピロピロがさ、何のピロピロなのかわかんないんだけどさ、たまにと、あの、すぐ止まるからさ、ちょっと、あの、我慢してく、ちょ、USB かな？ちょっと待ってな。一瞬待ってくんない？やばじゃ。USB だったわ。え、あ、ちょっとお待ちいな。これ、あたいの旦那さん？あたいの旦那さん、あたいの旦那さんはいいけど、あたいのお子さんは？あたいの7つになるお子さんはどこで？あ、お風呂は見れないんや。ランドリー。あ、こちらが奥さん？なんで区別がついたの？すごいな。なんだ、マイスイートベイビーちゃん、おるやん。マイスイートベイビーちゃんが寝てる間に頑張って俺は働くってわけ。ちょ、音でかない？ちょっと待って、ちょっと音がでかすぎる。なんかぐるってるって言ってる人が全員じゃなく、見れてる人が全然いるからよくわかんないな。更新したら治った。あ、そうなん？これ名取がさ、ベリーハイにしたから。あ、警備員35歳。35歳なの？よろしくお願いしますだ。てかちょっと足が遅すぎる。あ、すごい眩しい。入り口はどこだろう。
が遅すぎるんだけど、走るボタンがないよ。あ、ここかな。なんかすごい神殿の入り口っぽいけど、え、これ入り口か。シフトでしゃがんでコントロールで走るんだぞって嘘じゃん。今さっきからずっと押してるのに。え、今なんか化け物。こ、え、ここで勝手に見る感じかな。え、もうすぐ時計は0時をお伝えします。ちょっと待って、さっき誰かいたよね。監視室は右にある仕事を確認しよう。はいだ。ゾロリ先生、はいだ。トイレの奥の火災報知器を点検し、施錠する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。え、めっちゃいる。ちょっと待って、ちょっと待って。ごめんみんな。ごめんみんな。音ちっちゃくしていい？ちょっとでかすぎんとちゃう？よし。これでいくわ。なんか BGM がさ、ムーディーなセクシーなお姉さんが出てくる感じだな。なんでごめん見てなかった。部屋の奥の火災報知器を点検し施錠する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。 OK。 じゃあ今日も京都で出勤会。あー、注文が多すぎます。初日なのに。この建物の警備員だったおちき慶吾くんと連絡が取れなくなった。おそらく辞めたのだろう。これから君に頼もうと思っている。この会社は深夜0時以降の残業は禁止というルールがあるらしい。逆に言うと0時までも働いていいんや。時計と監視モニター、警備内容を確認してから見回りをしてくれ。よろしく。山本マネージャーより。オッケーだ。そ、眩しいな。自分が眩しすぎるんとっちゃう、これ。あ、オーブ、大ぶりのオーブが。え、確認したよ。はい。あ、時計と監視モニター、警備内容を確認してから。あ、オッケーオッケー。まだ残ってる人がいるようだ。とりあえず1階から順番に見回りして戸締まりするか。オッケー。どこに人がいるように見えたんだろうな。どえ。じゃあ行きましょうかね。レッツゴー。ちょっと眩しすぎる？眩しい。あ、お疲れ様でーす。お帰りくださーい。え、ガチ走れないんですけど。これなんか急に、え、なんか武器庫みたいな。え、なんだこれ。なんこれ。え、PS5 がめっちゃ置かれてる。あ、まだ誰か残ってますか。あ、え、違うよな。なんか今回のやつすげえ怖。お疲れ様です。ちょっと、なんかホワイトボード舐めてない？何？あ、こっちの部屋に繋がる。すいません、ホワイトボード舐めたろう。速やかに。あ、全然違った。ごめんなさい。あー、新人の警備員か。もうそんな時間か。明日にでも俺も部下に押し付けよう。あー、じゃあな。あ、お疲れ様です。すごい銀だ。お疲れ様です。お、じゃあ他の人にも帰ってもらわなきゃね。他にはいなさそうだな、この部屋には。じゃあ次だ。いないね。なんかオフィスがめちゃくちゃだよね。狐に化かされたオフィスみたいな感じになってる。いい思いをして
帰ってきたらもう、あーってか、あ、1階に1個しかないんだ。オッケーオッケー。あ、そうだ、明かりを消さないといけないんだった。あ、いいや仕事しろやうっす。ああ、え、怖い、なんでこんな、うわ、怖いな。オッケーだね。あんな奥にさ、ちょ、やることごめん、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 すまん、メモしていいか。ドアさ、開ける、ちょっとまずいな。そのメモ取るわ。初日だからね、やっぱ仕事はメモ取らなきゃいけない。部屋の奥の火災報知器を点検し、施錠する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。よし。先輩メモしましたっす。なんかぐるぐる解決したっすか先輩方。じゃあ、火災報知器を点検し、これが火災報知器じゃないの？火災報知器って何？これ？え、なんか違いそう。奥の部屋、部屋の奥の火災報知器だから、これはちょっと手前すぎるか。あ、治ったんだ。何だったんだ？マジでさ、ナトリのスペックとかじゃなくてさ、本気、誰かの機嫌次第よな。火災報知器って通常どこ、あ、これか！君か！こんにちは。異常なし。じゃあ帰ろうか。はい。部屋の奥の火災報知器を点検して施錠して、あ、施錠しなきゃいけないの？うえ、あ、なんか勝手に施錠されてんね。ん？ああ、あ、全部の扉でもやらなきゃいけないのかな。走れたらな。はい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 、オッケーオッケー。トイレも？トイレは違った。この4つ全部か。あ、はい。あ、部屋の奥のっていうのは全ての部屋の奥のってことか。承知しました。視界を広く取るぞ。よし、じゃあ鍵かけよう。星食べよ、鍵かけよ。こうやってな、クリア音が鳴ったらな、いいのにな、なんか物事やるたびに。どうもです。じゃ別の回も行くか。なんか、回数が多すぎる。全部やらなきゃいけないの？勘弁してよ。あ、嘘でしょ。あと10回さんも同じことやらなきゃいけない。おい、一人で？先輩、嘘でしょ。誰か仕事変わってくれ。あら、嘘嘘。
すいません、どなたかいらっしゃいましたらお帰りくださいね。時間ですからね。お帰りください。異常なし。すごい、なんかあれだね、個別のお部屋があって楽しそうだね。あの、帰ってもらえますか。なんですか。 あなたってもしかして、ふーん、かっこいいですね。連絡先交換しましょう。連絡先教えてくれなきゃ帰れないです。絶対後悔させませんから。ふふ、連絡無視しないでくださいね。さよなら。あ、そっちは、あ、上、そっちは使っちゃいけないって書いてあったのに。よし。妻子がいるんですよ。走れないの分かってるのにさ、シフトとコントロールむっちゃ押しちゃうんだけど。あ、なんだこれ。うわうわうわ、警備員なのに、盗んじゃってごめんなさい。うるさーい、うるさい、うるさい。ちょっと静かに。ちょっと待って、音がでかすぎます。音ちっちゃくしてたのに音でっかく返ってきた。あれさ、まだやってんの？大変だね。じゃあ私帰るね、頑張ってね。誰誰誰の記憶これ。記憶だよ、先に帰られてしまった人の。よしよしよし、異常なしっと。あー、トイレ怖い。よしよしよし、警備員さん、電気消さないでいてもらえます？私が消しておきますので。本当にいる人。じゃあよろしくお願いします。ん？あ、なんか床がえらい汚いかと思う。え、ペンポロペンポロペン、なってない。あ、ここの鍵をかけてないからか。あ、かけたかけた。もういいのかな、次の回行って。な、社員さんに押されてしまっては、社員さんの言うことを聞いていては警備員になれないってこと？すいません、なんかダメみたい。じゃあグラフィック落としてやるよ、お前らがそんなに言うんだったら。これで治ったら、治らなかったら後に謝ってくれな。鍵かかってない部屋があるんかな。おし、行くぞ。かけた、切った、ここか。あ、ペンポロポン。よし。
では行きますか。どうやって閉めるのこれって。あ関係なすぎるってだよな。ナトルもそう思うよ。画質下げてもナトリ側の問題じゃないんだからこれ。ああああ3階です。すごいソファーがテカテカで綺麗だね。すいません。うーん誰かいる。ちょ端っこから行こうか。イブで聞いたことがある席だ。うー暗いマジで。そらそうか。すいません。おっ、うわー嫌だなー嫌だなー嫌だなー怖いなーと思って、うわでかい声でいくぞ。あー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 うん、こっち通れないじゃん。あーあー誰かいるなら言うてくれー。その端に人がいるのかいないのか、異常がないのかあるのか教えてください。異常なし。たくビビらせんなよな。閉まれ閉まれ、上がれ上がれ上がれ。よし、よし次。お疲れ様でーす。失礼しまーす。ちょ、待って。てかさ、さっきさ、音量爆ちっちゃにしてたのにさ、爆ちっちゃにしてたのにさ、全部さ、設定覆されてさ、爆デカ音頭やられたからさ、ちょ、次も爆デカ音頭になるかもしれない。ちょ、みんな覚悟しといてくれ。あ、大丈夫だった。どの配信でもビデオだけ爆デカ音頭になるんだ。あしゃまにこれやっとけよ。あ、フルボイス。え、なんかおしゃれな EDM のリミックスみたいになってる。チク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 。今めっちゃおしゃれな感じになってなかった？バクちっちゃだった。どうしたらええねん。おしゃれなパワハラだったな。電気が消えてももうた。あ、もともどうだった。よし、なんかビデオの時だけ音量が爆でっかになって、みんながさっきまでちっちゃく、ゲーム内の音量ちっちゃくしてたんだけど、音量設定がリセットされるからね。誰もいないやんな。あー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 あっ、鍵かけた後に居残りがいたって相当怖いですけどね。ありえん、ありえん、怖みが深い。え、なんで消したんですか？電気消さないでって言ったじゃない。それ下の階の話ですけど。すいません、なんか。こっち行かないといけないのかな？いやだ、いやだ。関係ない。そこまでの、え？そこまでの、ねえ、賃金はもらってないわけだから。これ乗っちゃいけないやつだろ、どう考えても。さて4階だ、頑張るぞ。ね、二重ドアみたいになってたね。でもさ、なんかイギリスとかさ、あ、うわ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 
しかも1枚や2枚じゃなくて冊子で出てきてる、この速度で。誰？シンプルに誰かわからない。怖い、なんか。背負って、なんだここ、あ、扉だった。よし、もう、ん？人影、人影っていうのは人の影ってことで、うわっ、暗いから目悪くなるって。大丈夫ですか、こんなジリ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 って集中できるものもできないでしょう。今日もあなたで、いや今日が初出勤なんですけど。上司から明日の朝までにこの仕事を終わらせろと言われているんですよ。あ、1階のフロアの上司か。こんなに終わるわけないじゃないですか。絶対終わらないぞ、その前にある紙の量。社会人がこんな大変なんで思わなかったです。それに定時にはタイムカードを切れと言われているんですよ。あ、0時までしか残業できないって言われてるから納得がいかないでしょ。タイムカード切ってから仕事に戻ってもらってもいいかなって言われるやつだ。毎日僕が残業頑張っているのを知っているのはあなただけです。え、ナトリも今日初めて知っ、うん、そう、辛い、辛いよね。いつも頑張っているね。あなたに会うと家に帰れるのでちょっと嬉しいです。あー、じゃあタイムカード切ったらあれなんだ、もう0時過ぎたら絶対に帰らなきゃいけないんだ。ってことで帰りますね。また明日、また明日、ほらほら、またまたお会いしましょう。こんなに、そんなに俺のことが好きならさ、俺がこんな怖い思いしている中さ、助けてくれてもいいと思うんだけどな。そうもいかないか。てかさ、人がいるタイミングでさ点検すればよかった。人がいないと急に怖いよ。はい、よし。これまずいんじゃないの、なんか今すぐにでもさ、今すぐにでもこれ呼ばなきゃ。なんかその道の人、うえ、そんなの分かってる、今言及したやんか。蛍光灯が点滅している。交換して、え、そんなこともやらなきゃいけないの？あ、いないわ。蛍光灯ってどこにある？なんか、誰かの息遣いが。ちょっと、順番ね。順番。はい、はい、順番。蛍光灯を変えなきゃいけないから驚かせないで。驚かせたら蛍光灯一生変わらないよ。蛍光灯を変えてほしくば。ナトリのことを絶対にビビらせるな。ねえ、蛍光灯ってどこにあんの？蛍光灯って1階なのかな？この階のどこ？あったあったあった！え、これ蛍光灯じゃないの？蛍光灯を手に入れた。こっちは武器を持ってるんだから絶対に、絶対に、ビビらせないでください。やばい、やばい、ビビりすぎてずっと口が開いてしまう。交換します！交換します！足元を押さえてくれてる人が5人ぐらいいないと。いやな、いやな、いやな。よし。
これさ、今さ、消した後にさ、もう一回つけたらさ、ペッポペン、ペッポペンみたいな感じになるのかな。あ、つかないわ。さすがにか。ナトリの足元を支える人が5人くらいいて、電球を回す人がた、足元で電球を、ま、代わりに回してくれる人が。よーし、5階だ。よし、君は働いていないね。この階はなんか暗いな。壁も汚いしな。電気室を確認しに行こう。なんで？なぜそんなことしなければならないの？暗い。電気室ってのはどこ？当たり前のように言うけど、電気室ってどこなのよ。あった！君が電気室？うわ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 、これだってさ、殺されるやつじゃん。タスクやつはヒューズが足りない。ねえ、そこまでの給料もらってないんだけど。ヒューズってどこにあるんだろう。先に電気を、はぁ、どこにあるの。どっかに落ちてないかな。大丈夫かな。右手を這わせていくか。鉄筋コンクリートあり。なんか狭いな。来た道ちゃんと覚えてる？覚えてるわけないやん。だから右手を這わせてるんや。広すぎます！ちょっと待って、嘘だ。クラピカ嘘だよな。これ何らかの法律に違反してるぞ。この5階、ここって5階だよね。5階だけさ、異常に横に広いさ5階だけ異常に広い建物の建て方って、まさかお前ヒューズなのか？
人でさぞかし寂しかっただろうな。こんなで、こんな冷たくて、暗くはなくてちょっと明るくて、こんな無機質なところにかわいそう。でもヒューズ、こんなに広い部屋を与えられてよかったね。はい、こっから人出てきます。出てくるわけなかったわ。寂しかっただろうな、ジメジメしてるし。5階だけさ、横に爆デカ建築のビル誰か書いてよ。いい。ちょっと待って、どこから来たっけ。まあ適当に歩いてれば帰れるか。なんてったって、ナトリは警備員だぞ。あ、でもさっきここ来たから、ここの、右だった気がするな。なんか右ないけど。あ、あるはある。うわっ！ああ！ああ！目が赤い！うわあ！早い！嘘！こっちだよって、ヒューズの主の方ですか？なんか隠れていく速度が FPS が高くて可愛かったな。うわうわうわ、しかも道教えてくれてる感じだ。優しい。可愛い。優しいだけやんか。ねえ、大切にしたらヒューズの様子を見に来てくれたんだ。あの子ちゃんと帰れるかなって。なんかちょぽりって言ってるけど。え、あ、誰かついてきてる。え、え、怖い。あ、まずい。早く電気つけないと。ヒュー、まずい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 。早く、早く、よし。こんなところにいたんだ。まだ明かりがついてないみたいだったから、レバーを4つ下げてきてもらってもいい？レバーを4つも？できらえ、急にゲームみたいなこと言うじゃん。オッケーオッケー、レバーを4つ下げてきて、私？もう帰るね。お仕事頑張ってね。パンパカパーン、新しいクエストができました。レバーを4つ下げます。だからそのレバーがどこにあるのか教えろって。あ、なんかあれだけ妙に光り輝いてない？はい、1レバー。あ、2レバーじゃない？若干の描画の違いで道しるべができることってあるんだ。あ、あったあった。3レバー、あと1つ。あった。はい。下ろしていいレバーの SE じゃない、確かに。デッドン、デッドン、デッドン。これ多分ダメだよね。監視室、この先にある監視室。あ、へえ、初出勤だったのにもう何回もね。デッドン。もうちょっとカッチャンとかね。それじゃあ僕のヒーローアカデミアか。カッチャン。ああ、いいのか、これは。赤くて。よい、こら、ショット。よっ！ホラー、やっぱりー！ホラー、やっぱりのホラーは、怖いのホラーね。え、ここまでしか来れてないじゃん！うわ、自動販売機、ちょっと物珍しくて、ここまでさ、ペタ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 。何あれ？わあ、すごい、ジュースが売ってる。あ、はい。監視カメラを確認します。ほら、やっぱり来てたんだ。鍵がかかってる。え、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 よし、
ヒューズへの道が閉ざされてるやんな。ちょ、仕事もしつつな。これ事件やんて、ちょっと遅いんとちゃう？ほんと次ヒューズなくなったらさ、名取どうやって取りに行けばいいわけ？ヒューズを求めし者を刺すれば開かれんっていうこと？ちょっとヒューズのために仰々しすぎるんじゃないの？あの瞬間が監視カメラに映った。こんなところでまさか彼女が、もうこの仕事はやめよう。はい、代わりに僕が代わりに仕事に入った前任の担当者の人だ。こっちから行くか。すごい弱視に近い。そのおかげで私たちずっと耐えれるし、全部の責任取ってくれるしね。でも、辞めたらどうする？困る。そんなことしたらおじさんのこと恨んじゃうかも、なんて。確かに。これって名取の悪口？正解ってこと？失礼な話もあったもんだね。前任者の悪口じゃないの？これは特に移動させられたりみたいなのはないのか。オッケーオッケー。あっ、あんたの彼氏ってさ、警備員だってね。そうそう、まあまあかっこいいから彼氏にしちゃった。え、でもさ、前その人あいつと付き合ってなかった？うん、みんな知ってるよね、あのパワハラ以外は。つまり略奪っていうこと？ちょっと会話のテンポ早い。言い方悪いな。まあでも寝とったって感じ。マジで？よくやるな。でもでもあいつなんかより私の方が魅力的なんだから仕方なかったじゃん。ほんと悪い女だよね。女は小悪魔がモテるんだよ。え、何？早い、足が。大丈夫？頑張って。すぐ、あ、いや、ビビりすぎだろ。大丈夫だって。あ、3階まで。早かったな。おい、ナトリがさ、せっかく鍵かけたのに失礼な話だよ。ねえ、ナトリがかけた鍵全部開けた。だから使っちゃいけないって言ったじゃん、この階段。あ、何この影。3階が見られなくなってる。ちょっと待って、何これ。手に見えるんだけど。さっきのこけた人大丈夫かな。ここって何階だっけ？あ、あ、あ、よかったー。いなくなってる。ふぅ、やっぱ二度チェックは大切なんだな。よくわかりました。もういないよね。大丈夫だ。おい、などで仕事の続きしてこうって。あ、はい。ね、でもペペポンってなったからさ、もう次の回行ってもいいんじゃないのかな。ね、足跡残ったままだね。よっしゃ、次の回失礼してと、6階。音もなく倒れた。優しい自動販売機、優しい自動販売機さん。
きのおっちゃん。ナトリのことをビビらせずに倒れてくれた。感じですかね。なんか事件があった感じですかね。うわ。大丈夫ですか？もし、手伝いが必要。呼吸してる。手伝いが必要だったら手伝うけど。どうしよう。いやナトリは、この会社のセキュリティを、0時以降のセキュリティを一身に担うもの、こんな怖い、ね、なんか血だらけなものだらけじゃ、動じない。しかも、お掃除すごく上手だからね、ここ。ちょっとはみ出てるけど、ここすっごい綺麗に拭かれてるから、さぞかし名のある掃除婦さんとお見受けする。お疲れ様です！お疲れ様です！お疲れ。鬼だ。角が生えてる。お疲れ様です。まさか掃除をしながらこと切れて、最後まで一生懸命掃除をしてくれていた。ちょ、こんな大変な、浮いてない。しかもおまあいいか。ナトリはナトリの仕事するよ。かつてのあなたがそうだったように。わお。あ、そっか、さっき、話し合いの、まだ寝とっちゃってどうのって言ってたやつだ。あ、寝とられやんけ。寝てから言え。のやつだ。このムーディーな音楽は6階から出てたんだね。あるやん。異常ないらしい。はあ、なんでナトリって走れないんだろう。なんで走れないんだろう。走りたい。うわ。ここも壁なのか。あ！お疲れ様です！大変、すごく浮いて、仕事、浮くほど、浮き足だって楽しく今日も仕事をされているということで、素晴らしい、かなと思いますけど、ちゃんと浮いてる、ちゃんと、ね、浮き足だってね、やっぱ掃除、楽しいな、お仕事楽しいねって。ちょっと手が触れちゃってね。ね、楽しいなって、お掃除楽しいなって、本当にお疲れ様です。おー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 、すごく浮き足だってね、楽しい仕事の最中ね、すいませんでした。またいつかお会いしましょう。お相手は、ナトリサナでした。だー、怖かったー。情けない声。いや、スイッチがない。どこかにあるか。ちょっとポジティブすぎるって。違う。ないと思う。このエレベーターのポチポチって。
チポチ。あ、やだー、こういう感じ。だって、ってな、絶対笑ってくるじゃん。お前インターネットで俺のこと笑ってよな。絶対してくるじゃん。スイッチもないし。ビヨーン、こんにちは。インスタを。あ、じゃあ、今日もね、楽しく仕事させてもらおうかなって思いますけどね。あ、あ、二人は双子？あ、そう。いやー、きったまいな、こりゃ。じゃあね、ちょっと、ごめんなさいね。ごめんなさいね、お仕事中のところ。ナタリは何をするんだ、これ。この仕事は。あ、そうだ。あれあります？あの、エレベーターのポチポチとかって持ってます？登る、なんでもない。なんでもない。あ、すごい。めちゃくちゃ目が合うようになってるんだね。いやー、よくできたお人形さんやー。え、すごい、顔に見える。すいません、登らせていただこうかななんて思いますけど。なんだよ、登るって。違くね？違くね？な、ちょっと待って、ナトリさ、ナトリ、エレベーターのさ、ポチポチスイッチのことさ、あんまり詳しくないんだけどさ、エレベーターのポチポチスイッチってさ、こういう感じでさ、スペアが置かれてたりするんだ？ほう、はぁ。失礼してっと。なんかあるかな、他に。何もなさそうだから、ちょっと降りさせてもらうね。屋根裏部屋に予備のボタンを置くことあるかな、しかも片方だけ。ありがとう。お仕事中すいませんでしたね、これ。何の仕事されてるか全くわからなかったけど、もうだ。ふぅ。ここも通れるようになってるし。あ、ん？森じゃない誰かがいる。まあ、いいか。登らしてもらいます。ドンキャー、ドンドン、ほらね、もらうよ。てか1個あればよくね、1個あればよくね。ね、降りる分だけさ、自分の分だけあればよくね。ねえ、これ自分の分だけあればよくねえか。次の人のためにさ、ドンキャドンキャドンドンドキャドンキャドンと、よしよしよし。自分だけ帰れればいいという気持ちの何が悪いのかよくわからないね。いまいち理解ができないというか。あ、ここかな？あ、違う。あとはどこに登らせてもらえる？え、ちょっと待って。え、いくつあればいいわけ？ちょっと待って、みんな。自分の持ってるアイテムとかって見れないのか？タブキーとか4つか。あと1個かな？なんか通りすがっちゃってる気がする。これやった。これやった。まあ、でも道なりに行くとしたらこうか。ここは登れなさそうだし。何歩あってもいいですからね。いや、最大4つなんだよな。何歩あってもいいわけではないんだよな、これ。あったあったあった。なんなら1個でいいんですけど。なんなら1個でいいんですけどね。自分が帰るように、ドンキャドンドンドキャドンキャ、みんな盛り上がってくれ、ドンキャドンドキャ、今日は最後まで盛り上がっていきましょう、ドンキャドンドンドキャ。よし。ん？なあ。よし。帰るぞー。ルソー、帰るぞー。うわあ！うわあ！あの、
て、ほんまありがとう、ほんまありがとう、ほなだ。ナトリがゲーム制作者だったのを考えよう。ちょっとビビらせすぎたの、一回休憩やって。さあ、いつもの仕事に戻ろうかって。それじゃ、戻ろっか。あ、おびきしょ。緩急がね、緩急、このホラーゲームっていうのは緩急がね、閉めたよな。閉めてなかった。よし。ふぅ。これって受け取っていいのかな？ちょっと、よもつへぐいに当たるものは、ちょっと、申し訳ないのですが。受け取れないしな。もう誰かいる？もう誰もいないだろう！わかるよ、これ。もう全員帰ってるね。生きとし生けるものはね、もう帰ってるね。あとは、死者の時間よ。俺がついてるぜ。辛いことばかりでも、君はくじけちゃダメだよ。思い出せよ、友達を。君のすぐそばに、いつも俺がいる。よし。いるんだろ、どうせ。ほら。何もできなかったのは私のせいじゃない。死んだあいつが、あいつのせいでみんないなくなった。私は何も悪くない。悪いのは全部あいつだ。まずい。そうじゃない、まずい。電気がつかないし、帰れないし、まずい。まず落ち着こう。ハリー、こんなところ行けるわけないよ。ハリー、開かないんだって。暗すぎます。おめえさんたち一年生には分からねえかもしれねえけどな、トイレは勝手に開いたり閉まったりするもんなんじゃ。ナトリが何悪いことしたわけ？理不尽だって。怒りもさ、理由があったらまださ、聞いてやろうかなみたいな気持ちになるけどさ、今のところ理不尽だからね。ナトリが何したって言うんだよ。言ってみろ、バカ。バカ者が。ペッポッポン。よし。あ、電気消されて怒ってたのか。それはじゃあ申し訳ないことしたな。なんか、顔君めちゃくちゃ怖なってない？あんまり。顔が可愛くないね。あ、飲み物が立ってるかと思ったら、そんなことなかった。次何回？カツラ！今何回？よし。汚い。掃除の人、9階まで来てないですね、これは。恥ずかしがり屋だ。え、嘘。え、誰かいた今。え、だって見て。このさ、自動販売機、テレサだよ。テレサの自動販売機だ。かわいい。どうしたの？恥ずかしいの？あ、顔が割れてる。あ、なんか動いた気がする。なんか動いてるぞ。
やだ。え、顔出し？いらない。いらない。私、いらない。欲しくない。欲しくない。顔出し。欲しくない。私はいらない。欲しくない。こんな金の塊欲しくない。いらない。いらないったな。しじくん、いらない。私はいらない。じゃあ鍵かけるね。ごめんね、仕事だから。お、カオロシも帰ったのこれ。何ごさぼ、ぼぼ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 、この音怖い。粉みかん。あ、やめてくれた。怖いって言ったらやめてくれるんだ。嘘。はあ、はあ、はあ、気づいてくれた。え、あなたが倒れているのに気づいていたのは鍵穴くんだけだよ。鍵穴くんは全てを見ていたんだよ。どうしたの？大丈夫ですか？まさか会社に泊まるつもりじゃ。ん？うわ、寝しまった。何も敷かずに。もうこんな時間か。さっきからなんだお前。何度も起きて。え、初回です、初回無料キャンペーンです。起きるたびにいるじゃねえか。もしかしてここにずっといるのか。え、もしかしてループもの？まあいいや、俺っちの女子知らねえか。もう帰ったのか？あのパワハラ野郎、みんなが帰るまでに帰らねえって言ってたのによ。にょ。デジコだにょ。もう俺っちも帰るわ。よくわかんないけど、上司とか、上司って1階にいた上司かな？こんな汚いフロアで。人がまだいるときに、あれだな、やればよかったな、この、電気消すやつとか。かけたかけた。消した消した。あれ？あれ？あれ？なんか移動してる？そんなことないか。なんかより忘れてんのかな。鍵かけた。え、帰っちゃったのかな先に。かけた。かけた。そっちも確実にかけたからな。トイレも。あれ？あれ？トイレ減った？あれ？ああ、2個あったわ。ん？電気消したやんな。もういい？入らしてもらおうわ。そういうことね。ここなんか死者が出てるからあんまり使いたくないんだけどな。今のところじゃないの？非常口って。なんか鍵落ちてたりすんのかな。どこだろう。この辺にもなさそうだな。あ、鍵かと思った。
しき者、祈らん。さすれば与えられんしないかな。開けてー、開けてー、開けてー。どこや。あ、部屋があった。また、うわ、もう変則的に出すなんて。いつも同じところに部屋を出してくれよ。はいはい、わかりました。また右手を。え、ここ何階だっけ。この階もこの階も無駄に広い。え、地雷、地雷？え、なになに？あ、え？なんだ？よし、また仕事ができるぞ。はい、お疲れ様です。うわー、気持ち悪い。な、異常なしってないわけ。なく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 ない、これ。あるでしょ。すご、会社のワンフロアを貸し切って現代アート展みたいなのやってるのかな。汚い。相当汚いな。でも稼働してる。一生懸命働いてるんや。自動販売機くんも気持ち悪いな。なんか猿の顔みたいに見えるんだけど、これ。異常ないことなくない？ちょ、今のとこ、なんか全くストーリーが読めてこないな。上司のパワハラが。あ、なんか逆にシックな色合いじゃない？この、なんか素敵。よし。褒めたから大丈夫だろう。なんか色合いが素敵。シックでね。うわー！よし。鍵をかけまして、と。よし、次の階に行くぞ。あ、使えるのかな、この階は。行けますか？あ、綺麗。お、次は最後の階か？ふぅ、たく、なんだよ、この仕事。今日が最後だな。私事やってるんです。あーあ、こういう時で寝そべるのが一番いいんだって。ジャンプするのはダメなんだって。寝そべる、寝そべる、コントロールシフト、コントロールシフト、コントロール、ね、寝そべれない。皆さん、今まで応援ありがとうございました。なんかダメっぽいです。
何何？お前のせいだ逃がさない、お前のせいだ逃がさない、何をしたっていうの？ナトリはただ、ナトリはただ良かれと思って、良かれと思って裏切り、許さない、死ね、死ねはダメでしょ。昨年の10月から誹謗中傷厳罰化されています。開示を待て、次は裁判所で会おう。誰？キャラクターみたいになってる。怒ってる感じ？あれか、大切な人を寝取られてしまった。じゃあお疲れ様でした。しまっ、進めないや。どうかしましたか？応援メッセージ、応援のメッセージをいただいています。え、何？女装？女装つけてるの今？え、どこ行っちゃった？逆にまだ歩かせてくれるんだ。なあなあなあ、死ねとかじゃないんだ。ここで俺の意識は途絶えたみたいな感じじゃないんだ。まだ歩けというのか？ここんが、そんな、あ、それでナトリはその後も血の滲む努力をして道を歩くみたいな、そんな、一体ナトリが何をしたって、もうめちゃくちゃ怖い顔になっちゃってるじゃん、ゴミ箱が。え、もしかしてまだ仕事しなきゃいけないの？こんなビビらされてまだ仕事しなきゃいけないの？おかしくない？やだよ！バカが、なんで仕事しなきゃいけないの？こんな意地悪されて。嘘でしょ？うわ、いや。なんなのこれ？最後のお楽しみコーナー。好きなように歩いてね。楽しい迷路の時間だよ。うわ。なんだよー。あ、鍵かけられないじゃん。なにその。なに。あ、うわ、すごっ。エヴァンゲリオンみたい。知らない。すごえ、これ90年代のゼーレだ。でもゼーレだって90年代とかじゃない？すごい、昔はこうやってたんだゼーレ。何も映らない、ケーブルがない。思えば遠くに来たもんだ。一警備員に謎解きを？なんかあるのかな、ケーブル職人の。じゃ、謎解きするようなあれなんだよな。お給料はもらってないんだよな。ここは無理っぽいし、どっかにあんのかな。ちょっと暗すぎるんとちゃう？なんかケーブルが落ちてたりして、それを集めていくみたいな感じなのかな。謎解き手当あり、迷惑な話。どっかにあるのかな。
あとは何が必要なの？わ？あとは何が求められてるんだ？AC アダプタとかかな。トイレさっき見たもんな。作者の気持ちになって考えるか。どこだ。でもあの部屋にあるのかな。こっちの閉めとくね。あと金庫か。金庫、ちょっと待って、ノーヒントじゃない？プロは音を頼りにするって言うけど。どっか ヒントあったかな。ちょっと待って、こっちの部屋になんかさ、ないとい、あれだよな。きっとなんかあるはずだよ、この部屋も。これとか。あ、全部一緒だ。なんだこれ。あ、なんだろうな、これ上から見るとみたいな。なのかな。よいしょよいしょ。うわ、なんだこれ。うわ、ちょっと待って。血で汚れた蓋を手に入れた。この蓋の汚れをどうにかしたら取れる。はい。血の汚れをなんとかした。言うほどガバ探索かこれ。なんかあるかな。トイレで水ジャバーで洗い流すとか。あの、お掃除は手当をいただかないと。2本も線が書いてある。お、じゃあその時計の線に合わせるとかじゃないのか。ほれほれ、はようせい。あ、丁寧。90、60、30、0。オッケーオッケー。覚えました。みんな覚えといてな。あそこだけ血が残るってなかなかすごい技術だ。じゃあちょっとやらせていただきますよ。え？あ、これ90
90と60に合わせるってことのか。待って、どっちが 90? こっちが90なの。これさ、時計と同じところにさ、90、待って、横って何？あ、いた、よかった。赤線のところに合わせろってね。何も映らない。あ、こっちに。はようせい、はようせい、なつか。金庫使ったことないんですかって。ないですけど。なんだ？呪文最後まで聞いたら、あなた呪われましたよって。このゲームを3人以上に進めないとって言うんだ。おちょり、やだな、ちょっと右甘えちゃうな。立ち入り禁止。あんな雰囲気があるな。あ、さっきの。やだ。即答しちゃった、ごめんなさい。あの、検討させていただきます。もうここにはいられない。早くから。
非常階段に吸い込まれていったやつが負けるのかな。でもなんかあったらさ、絶対に、でも有事の際は非常階段を使いましょうって言うからな。いつものチラザートだったらおそらく別ルートがあるんだろうが、勝ち筋あるか？キヨシスキップ。何？うわうわ、これループものみたいな感じになるんだ。で娘が誕生日で、はあ、まだまだ続くということ。でもナトリよりも足早かった。これ続きからってしたらどこ、はあ、なるほどね。というわけでこれ、じゃあチェイスで勝ったらよかったのか。ちょ、一回やってみていい？チェイスで勝てるんかな。もうやりたくないけどね。まずここでしょ。 RTA 失礼します。こうでしょ？あ、どっちが60だっけ？逆か。あ、待って、これ、あ、もしかしてさ、綺麗にしないとさ、ちゃんとフラグを立てないとダメとかあるかな？ちょ、フラグ立ってない気がする。ズルはダメ。足が遅いんだもん。あ、ずれてるだけだった。あ、びっくりした。キプレイがもう答えをめちゃくちゃ書いてくれるやん。へえ、他の VTuber の配信でもそういうことしてるんだ。逆だったっけ？こっちが 90？ ずれてるか。あー、いや、ずる平気。ずる OK。 ナトリ血まみれの蓋持ったままチェイスすることになるけど大丈夫かな？いけっかな？みんな血まみれの蓋持って。これで飛ばせたりしないのかな。でもあれだよな、多分最後のところは焦りすぎて、非常階段にまっすぐ行ったバカが死んだっていうことでしょ？何にしよ、どうしよっかな。別ルートを探そう。エレベーターかな？やっぱいつも使ってる。さっきでもさ、エレベーター、寝とった人がさ、エレベーターで3階に逃げてったじゃんか。あれを演じたらどうなるんだろう。
こけそう。確かに。でもこけたところでさ、前走ってる人が卑怯にも一人で逃げたりしなければいいわけだから。愛を受け入れちゃダメなの？あ、怖い。よし。でもあの人は走れそうなんだよな。走れぬのは名取ばかりってか。あ、愛しと愛しと、もうここにはいられない。愛しと、はい。たた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 たどんだけ手が長いの、あなた。あ、たた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 たどうしてどうして、助けて助けて、あ、お母さんお母さんお母さん待ってエレベーターないやんか、嘘つきどもがうわうわうわ待って、うわ今日10月22日今日10月22日だよね。ねえ、これさ、これ子供のさ、愛のパワーでさ、助けてもらえると思うんだけどさ。今日って10月22かな？違う、今日じゃない！今日は7月12、違う、お前らバカか！違うだろ！ 10 月22で行くか。
ってことね。オッケー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 。1、0、2、3、はい、オッケーです。はい、さよなら。ねえ、パソコン、ゼールのみんな、ゼールのみんな助けて、ゼールのみんな、ゼールのみんな、ゼールのみんな助けて、ゼールのみんな、ゼールのみんな。あ、来た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 、早く早く、おさえなさい、反応する、するする、早く急げ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 、閉じて閉じて、早く、さよなら。はい、はい、バイバイ、さよなら。ゼールのみんなのバカ役立たず。手が震えたよ、知らない天井だ。すごいな、ナトリ、ナトリの体の傾きがすごい、ちゃんと寝返りだ。あ、誕生日おめでとう。ごめんね、誕生日の日に。生きてるよ、生きてるよ、よいしょ、どっこい、生きてるよ。え、あ、あなたの愛には応えられません。でも似てるよね、二人って。いつまでも追いかけられるのか、ナトリは。今のピーってもしかしてナトリってダメだった感じかな。ふぅ、これ寝取りじゃなくて見取りだぞ、ナトリが今死んでたとしたら。すぅ、すぅ、はぁ、皆様、本日はお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。いや、わははじゃなくてわははじゃなくてだ。愛を押し付けられてしまったけど、みんなはどうかな。あ、ちょっと止まっちゃった。ごめんなさい、途中で。すいません、飛ばすつもりはなかったんです。というわけで、夜間警備でございました。エンディングってこれ2つなのかな、いくつあるんだろう。うう、というわけで、ご視聴いただき誠にありがとうございました。やり直しますかって、あ、いや、大丈夫です、大丈夫です。結局これ頑張っても給料もらえなかったしな。よし、では、ご視聴いただきありがとうございました。カッコ3回目、無事に逃げ切ることができました。やはり子供の愛というのは大切なものですね。子供の誕生日は忘れてはいけない。皆さんも、自分が松代ではない人もいるかと思います。中には数少ないかもですが、自分が松代の方は関係ないかもしれませんが、松代ではない方は子供の誕生日を覚えると吉。というわけで、ナトリサナの夜間警備でございました。逃げ切れたわけではなさそうだが、まあ今のところは。ふぅ。では、それではまたインターネットでお会いしましょう。明日の夜は、毒ラジ、ナトリサナの毒にも薬にもならないラジオ第2回目、文化放送にてぜひお聞きください。それでは、またインターネットでお会いしましょう。ほなまた。あの人形って結局何だったんだ？レトロ人形ってパッケージあったけど、ただナトリをビビらせるためだけの人形の兄弟？